て。はい、今ね、緊急でね、嫁はに運転させてね、嫁はに運転させて、緊急で来る、あ、車でちょっと撮ってます。いつもありがとうございます。おそぼんば、徳島のバンブーキンです。イエーイ。ちょ、悟空ブラックのスーパーサイジロゼロ極限、極限が来ます。皆さん、世界同時キャンペーンのサプライズでございます。ふで、未来編カテゴリーの150になりますね。で、気になるパッシブなんですけども、自身の記録プラスアタック電線 160% の自身の記録メーター1につき、さらにアタックの電線始まって最大160ですね。記録メーター18以上、さらに記録プラスなんですね。記録メーター22以上ですね。必ず必殺技が追加するんですね。敵に届くそうバトル中、さらに記録プラス6ですね。高確率で会心が発弾とターン開始時に HP66% 以上の時、 HP6% 回復ですね。攻撃を受けたターンの種類で HP6% 回復ですね。で、敵をとどめを刺すとバトル中さらに記録プラスの、これね、素晴らしくね。痛んディエンスオーバー上昇ですね。相手に極大ダメージを与え、中学に気絶ですね。いや、すごく強くなった。で、激怒したらですね、激怒したら既読取得ダメで記録が上がるためにさらに記録プラスの全属性の効果抜群で攻撃一度アタック大幅上昇の破壊的ダメージやって、早口すぎて何言うかわからんかったするから、何やく一時的アタックを超幅上昇の相手に破壊的ダメージですって。大幅上に上手にボスの絵を描いたくらいわからんかった。いや、非常に楽しみです。